タキテレコ10チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、まあ、以前から配信しました、僕は徳島で帰ってきていろんなメディアに、タレント活動で売り込みに、自ら行きました。テレビなんかないですかとか、ラジオないですかとか、イベントないですかとか、あの使ってくださいみたいなね。それで地元のテレビ局、テレビアナンさんが、ぜひやりましょう言っていただいて、とうとう出演することが決まりました。そして撮影日が今日でございます。はい、まあ番組の内容はですね、もともとある番組のコーナーで、リポーターの林まりえさんという方が僕にインタビューしてくれるんですけど、人を人へという企画で、まあ地元のこの阿南市で活躍されてはるいろんなジャンルの方、それに、クローズアップしてインタビューすると、それが僕は武井照彦を、使っていただくということで、とうとう撮影ですよ。ここまで来るんですよ。そして、なんとその撮影する場所がですね、さあその撮影する場所がですね、平等寺、まあ何回か配信しましたけども、子供の頃から、ここでよく遊び、よくやんちゃもして、ね、この思い出のあるこの場所で、まあ、ディレクターから電話かけてきて、竹下撮影の場所が決まりました、あの平等寺で、だからそうですか、平等寺の真下の下の方の憩いの場所という場所が、そこで撮影するみたいなんで、それでは早速撮影に行きます。さあここはですね、僕の母校新たな小学校のグラウンドに僕は来てるわけなんですけど、まあ、ここからちょっとねスタートしたいと思うんですけど、なんでここに来てるかというと、芸能界、ここでね芸能界に入ろうというきっかけを作ったところです。ここはあの瀬戸内少年野球団という映画、夏目雅子さん、郷ひろみさん、千秋奈美さんとか出てた、その撮影がここの新たな小学校、まあ、も今は鉄筋ですけど木造でね、そこのこういう木造が珍しいからということで撮影場所に、ね、あの選ばれて、そんで撮影に来るで、俺らも、高校生の時もバリバリバイク乗ってね、おい郷ひろみとか来るらしいで、ね、やってまおうぜって意味わからんこと言いながら、それでまあ撮影してる場所に行った時に、はあ、輝いてるって郷ひろみを見て、ああ、こういうメイクさんがいて、スタイリストさんがいてて、照明当てられて、俺この世界入ろうって思ったきっかけの場所です。ここか、お願いします。はい、一人ぼっちやでっていうお通知が来るんだ。一人ぼっちやばい。誰ももらえよ。ほら、一人ぼっちから始まって、うん、ほんで夜ね。うん。ほんでまたこういくね。うん。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。お願いします。はい。はい、じゃあすみません、ちょっとお待ちください。はい。で、座りのシーンになります。リモートで紹介するんですが。はい。よろしく。出ますので。運動お願いします。はい。これね、できればね、中の方からね。こうじゃなしに。そうやね、できればここから出したいんですけれども、ここじゃなし、ここもなし、あ、もしこれ右にもだったらいけます、大丈夫です、いけますかね、わかりました、隠していただいて、右側やね、はい、はい、入りました、はい、はい、大丈夫です、はい、ということで、収録終わりました。放送日は9月の5日朝7時半と12時半、それを1週間ぐらい、ずっと放送してくれるらしいんで、それと、阿南市以外徳島県にも全域流れるのはちょっと3日遅れてからだと思います。それもはっきりしたらまたお伝えしますというか、まあこれは徳島の方しか見えないんですけど、まあね、後からあのそういう DVD をね、放送したやつ送ってくれて、それでまあちょっとそこの中身だけちょっとね、配信をしていこうと思います。いやー、
もうね、リポーターの女の子の林さんかな、すごい素敵な方で、ね、喋りやすくしてくれました、向こうでちょっとやりにくかったんかな、そんなことないか、楽しんでくれたかな、ということでね、まあトークあり漫談あり、ね、中身も非常に面白い内容になったと思います。まあ本当にね、自分が生まれ育ったこの町で、まして自分だけをクローズアップされた番組っていうのは生まれて初めて、それを、地元で撮影できて、ね、もう放送もしてくれるということがすごく本当に長年やってきて、よかったなと思いますし、やっぱりね、諦めずに、本当に、やり続けてて、自分でね、やっぱり、待ってるより、ね、攻撃していく、それの姿勢が、こういう形に実ったのかなと思います。そして、まあ、テレビアナンのディレクター、ありがとうございます。本当にね、こういう番組に出していただいて、非常に、ね、出来上がりが楽しみにしております。